はい、それではね、こちら裏起毛の、コットンスウェットのね、紹介になります。まずね、この生地の特徴なんですけども、肉感がねあって、こう柔らかい風合いのね、コットンスウェットになります。非常にねこう柔らかさがね、あの特徴的なニットだと思います。で、色もね木グレーカラー、まあスウェットならではのね色なんじゃないかなと思います。で、綿 100% でね、これね非常にクオリティの高さもね、あの感じられるような、すごくねこう触っててもね気持ちのいい、スウェットになってます。で、この生地ね、一番の特徴、実はね表ではなくて、ね、この裏にあるんですよね。はい、この裏の起毛を見ていただいて分かりますかね。触った感じが本当にカシミヤのようなね、非常にこうサラッとしたね、こうなんていうか、もう肌触りのいいね、毛足なんですけども、これね実は綿 100% なんですよね。もう綿 100% に見えないぐらいのね、すごく気持ちのいいね、こう肌触り、体感できるんじゃないかなと思います。シルキータッチですね。はい、で次にですね、この生地のね、厚みなんですけども、先ほども言ったように通常のスウェットよりもね程よくこうしっかり感のある厚みになってます。プルオーバーぐらいだったらね、あの結構ねいい感じの作品できるんじゃないかなと思います。トップスとかね、こうワンピース、あとボトムスだったらね、スカートなんか、冬のねこう寒くなった、ね、季節の、スカートなんかも、相性いいんじゃないかなと思います。はい、で次にね、ドレープもちょっとね見てみましょうか。こんな感じですね。厚みがあるんですけども、非常にねこう柔らかいね、生地質になりますので、ドレープもねこんな感じで綺麗に出るんじゃないかなと思います。はい、で最後にね、生地幅なんですけども、広幅タイプのね、生地になってますので、洋尺余裕を持って使っていただけるんじゃないかなと思います。作品のご紹介をいたします。カーディガン風の、ね、ジャケットを作ってみました。ね、こちらはですね、あのポイントがありまして、襟元なんですけれど、まずねこちら、あのボリュームのある、ね、襟になっております。ちょっとねフード風になっているんですけど、こちらねフード風の襟になっておりますね。かぶるのではなくね、襟でこうボリュームのあるタイプになっております。とてもねアクセントになるんじゃないかなと思います。ね、あの前のところも少しねこうして裏の方に起毛を見せていただいても素敵なんじゃないかなと思います。で、前端の方もそのままつながってカーブになっているのもね、こう着ていただくと軽やかな雰囲気でね着れるのが嬉しい、デザインになっております。ね、そして、こちらのお袖もドルマンスリーブで、袖と身頃が一体型になっております。なのでね作りやすいタイプになっております。ね、おしゃれな、ね、スウェットの、カーディガン風のジャケットになっております。ね、こちら見た目は、ね、表側スウェットなんですけど、裏がねこのように結構毛足の長めのね起毛になっているんですね。とてもね暖かいんですよね。で柔らかくて肌触りもいいし、軽いね仕上がりになっておりますので、こうしたジャケットももちろんですが、あのトレーナーとかパーカーとかね、あとあのパンツを作っていただいても暖かく過ごせるんじゃないかなと思います。ね、ぜひおしゃれなね、いろいろなアイテムで作っていただけたらと思います。